い、順調の順でございます。フラングリスはやってまいりましょうが、私のレオンちゃん、もっと強くしていこうと思います。ではスタート。はい、ということで早速やってまいりましょうか。レベルまだ37ですね。あと1点ご紹介したいのが、私旅団に入っておるんですけど、この旅団、旅団マッスルというね、わかりやすい名前でございますけど、まあ今のところこの旅団って一体何になるんですかね、所属してて。ちょっとね、わかんないんですよね。例えばこの活躍度というものが出てますよね。2万とか1万とか。ただこれ何やると活躍が上がるんですか。その辺はね、よくわかってないですよね、自分。なんかこうよくお布施するとこう上がるとか、そういうのあんのかなと思っているんですが、それもないし、この右下、お楽しみにって書いてあるのがあるんですけど、これもね、出てないということですね。まあだから旅団脱退したりしてもいいような気もしないでもないですけど、あと自分で立ち上げたりしてもいいんだけど、まあちょっとわかんないんで、このマッスルさんのところにしばらく在籍してみたいと思います。はい、ということで今日も引き続きやっていきましょう。絆、そしてレオン。以上ね、絆好感度13まで上げちゃいました。で、運命の扉、今日もやっていきます。前回1話クリアしたんでね、簡単でしたね。で、2、3とやっていこうと思うんですけど、1でやったんですけど結構簡単でした。はい、サクッとちょっとやってみましょうか。こちらステージ2になっていますね。自分のマイキャラを1体だけ連れていくことが可能になっているステージになっています。まあ見る限り、あ、上にいますね。なんとエルウィンがいる。で、彼は槍兵なんだね。槍兵なんで火属性をちょっと連れて行ってみようか。周りもちょっと火が多いし、下にいる火属性が1体、こちらをレオンでちょっと倒すような形にしましょう。まあ火属性って言ってもマッシュしか僕いないんでね、マッシュ連れて行きましょう。回復なしで行きましょう。出陣マイロー。まずはね、何はともあれレオンを出撃していきましょうか。いきなりもうスキル使っちゃおうか。スキルドン。あ、こっちとな。ちなみに私のレオンはレベル37の状態で、現在やらせていただいてます。もうほとんど火力が強すぎるっていうのもあるかもしれないね。うん。で、あとはちょっと上の敵兵に備えていこう。どっち狙おうかね、エルウィンか左側。まあ早いとこエルウィン倒した方がいいと思うから、これで牙で戦っていこう。どうかな、うん、ワンパンは無理。ただ相手がもし攻撃してきて反撃で倒せるぐらいのヒットポイントだと思いますよ。うんうん、多分これで倒せると思うんだけど。 OK、 ほとんどダメージもきませんでしたね。さあ来い。もうあと相手の敵に対してはかなり優勢で戦っていけるんで、もうこれでおしまいかね。うん、 OK。 ちなみにマシューもレベル37ということです。一応ね、僕の育て方としては自分のレベルに合わせて、レベル37になるとキャラクター的には38まで上げられるんですけど、わざと37にしてコツコツ、冒険出たりした時の経験値いただけるみたいなやり方で進めてます。だね、この自分のレベルっていうのを早いところガンガン上げないと、まあキャラが成長しないっていうのがあるのかなと思います。ということでこちら、第2ステージも簡単に終わらせてもらいました。ただ2のこのステージの実績見てください。1ターン以内に敵を3人撃破する。これってどうしたらできんだろう。これがね、要は3回自分を動かさなきゃいけない。先ほどはだから、あとはマッシュレベル上げて3人襲いかかってきたのをそのターン以内にカウンターで倒していくっていうやり方ができれば達成できるかと思います。だからマシュマチですね、僕の場合ね。マシュマチということですね。こちらが第3ステージになってますが、もう見ていきますと敵火属性がずっと火属性って言っちゃうね、赤だからね。ごめんなさいね、モンストをちょっとやってるとそうなっちゃって。まあ剣の赤、これがちょっとね頭の中にこう刷り込まれるのってやっぱり難しいよね。うん、赤に対して気が強いとか、もうみんな持ってる日本のこの美学
ちょ、もういいよ、その話は置いとこう置いとこう。まあ見ていこう。とりあえず、赤のこの剣士タイプが3人います。これはもうレオンが圧倒的に有利なんで、問題ないでしょ。最後に残っている、このスカルモンスターが水属性なんで、まあレオンでおっしゃってもいいと思うんだけど、これに対しては、木属性がいいと。ただ、回復一体入れた方がいいのかどうなのかっていうのがちょっとわからないところだから、僕としてはやっぱアメルダ入れて、回復してあげた方が1回ぐらいはいいかな、レオンに対してね。ではこの編成でいってみましょう。さあ、でいきましょうか。まあ特攻してどんどん進んでいきましょう。で、なるべくアメリダに攻撃が入んないようにした方がいいよね、これはね。ドンとこう、いいね。でもう一回動かせると、でどうだな、相手がなるべく動かせないようにこの辺待機しておきましょうか。でこいつがどこまで動けるか、ここか。じゃあアメリダをここまで、でシールド彼に貼っておきますか。これでさらに耐久力が伸びると。まあ 2人来るかな、もう1匹来るかね、ちょっとそこまで確認してこなかったけど。あ、いやー、いいね、やっぱ強いわ、やっぱ強いね。準備完了だ。でどうしようかな、これアメルダで倒せっかな。よし、こうしたらちょっとはターン数減らしてクリアできるかもしれない。せいけん、これで多分、でもレオン1ポイント減ってた、少しは回復するのかな。まあいいか、回復させてあげよう。でここでさらに突っ込む。おっしゃ、最後の敵との戦いだね。ちょっとレオンがどんだけ1ポイント減っちゃうかどうか。これ多分反撃で倒せるでしょう。こいつスカルはいった、あスカルちょっとどのぐらい動けるか確認してなかった。ここまでちょっと逃げてみましょうか。追っかけていたね。これ倒したらもしかしたらボスはレオン追っかけてくるかな、どうでしょうか。さあ来い、カモン。あ、動いてこないね。先にあれか、あこれじゃあ木に隠れよっか、木に隠れておこう。でシールドをここで貼ると、いい感じだね、この戦い方はね。よし、これでスカルが攻撃仕掛けてくるでしょう。一マス空いてるぐらいだからね。あー、そう来るとは思わなかったわ。読みが甘かった。読み甘かった。イメージ的にそんなに機動力ないかと思ってたから、こんなにところまで来るとは思わなかったな。よし、あちゃー、一回じゃ倒せない気がすんな。あ、倒せた。よしよしよし。ふう。まあここもこんな感じでございます。はい、ということで運命の扉2と3をやってまいりました。まあここまではね、レベルが37まで、ね、いってればまあ簡単にクリアできるレベルかと思いますので、次は4章やってまいろうと思います。では皆さん、もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ、ありがとうございました。